あ、お疲れ様です。お願いします。よし。あ、はい、お願いします。あ、先生、お忙しい中ありがとうございます。もうビールモードで。よろしくお願いします。飲んでますか？飲んで。ちょっと、もう、今会議が終わって。あ、先生、すいません。ちょっと声今聞こえてないの。私だけ多分聞こえてないので、ちょっとだけ待ってお待ちはい、了解でくす。ださい。ビール飲んでよ。よいしょ。いやー。なんだかんだ授業始まると、時間の確保がすげえ難お待たせししました。すみません。はい。い。今日と明日は測量協会でずっと授業しつつ、青学の授業もあるから、今日午後の授業は測量協会から俺、ズームで青学の授業やって。忙しすぎる。だんだん授業の掛け持ちが多すぎて、測量会社の人と青学の学生、ごちゃ混ぜで Google Earth 講習会。おお、すごい。よし、やりますか。一応先生に送った感じ画像はで、見た。LINE も。そうですね、LINE 画像を見ながら、川とかをチェックしながら、この辺かって思いながら、こう、ちょっとなんか空港のアイコンとかで見えないところもあったんですけど、ちょっとちょっと気間合がで、はい。いやいや。気合で。いいな、あれ私のも KML、先ちょっ生と、と乾杯したい。あ、乾杯したい。まなんだか、学校なんで。まだ、残念。エア乾杯で。はあ、い、ありがとうございます。乾杯です。お疲れ様です。お疲れ様です。まだ学校か。よし、そいで。あれ、後期の Google Glass の画面出せるじゃ出します。ん。まあ、こういう感じです。これがいつだ？これがいつも一番最初の3月15です15ね。日。まだ3月15しか作ってないであ、す。了解です。これ、まずレイヤー名が315って書いてあるのは、これ1と2って2本線があるってこと？あ、そうです。ここ、よくああ、見なるるほどとね、分そかういうれことてか。て、そうです。ここ、全という線つこなとがってなかったので、一応で。2本っていう形にしました。このレイヤー名は、西暦も全部入れて20220315アンダーバー01って一人。まあ、来年まで続いてほしくないけど、そう下です手するとね。来年までいっちゃうからね。20220315、0315。それでいいです。で、もう一つも。これもそうですね。あ、ここも変えなきゃいけない。あ、どうぞ、大丈夫です。
2022-0315。そうだな。ホルダー名は、実は、はい。日付ごとにホルダー分けなくてもいい。そうまで、あ、そこはね、今見ながら、あ、でもホルダー、今回、これもそうだけど、うん。線がでも分かれてくるのか。まあ、ホルダーに、とりあえずホルダーにこうやってまとめとくか。あとで、うん、あ、まずこれでいいです。OK です。はい。はいはい。うん。で、二つの線があると。これ、あれ、自衛隊の画像を軽くジオリファレンスして、それを上でなぞった感じ。それとも、もう画像をにらめっこしながら、目測で、ざっくりこの辺ってラインを頭の中で。あ、完全にそっちです。ざっくり。なので、これに、やっぱり3月15日の自衛隊の画像をジオリファレンスしておいた方がいいかな。はい。うん、この、その前線の位置の精度が、このままだとなかなか判断しにくいので、はい。画像のジオリファレンスは大丈夫だよね。いや、わからないです。マジかい。はい。じゃあ、この左側の場所のパネルのホルダー名のところをクリックして。あ、そもそもあれか、画像は今どこにある？あ、今ダウンロードしました。OK。じゃあ、この左側の場所パネルのウクライナのさっきのホルダーのところ。はい。うん。ここのホルダー名のところ右クリックして。はい。追加で。なんか変なのがちょっと。うん、はい。追加で。で、下から2番目のイメージオーバーレイ。はい。うん、それで、ダイアログちょっと画面真ん中に持ってって、うん。で、右側の参照ボタンから今ダウンロードした画像を右上の参照。それ。それで今ダウンロードした。うん、あ、スクリショそれ。これは、いや、普通にツイッターの画像をその画像を保存したらそんな感じになった。あ、いい。あ、じゃあそれで。うん、それを開いて。ああ、なるほど。あ、そういう感じか。はい。で、ちょっとダイアログ邪魔だから、横にずらしといて。はい。うん、あれ、ずらしすぎだな。今、ズームで見えなかった。すいません、すいません。で、透過度がそこに、真ん中にあると思うんだけど、透過度が 60% ぐらい。何かことした。透過度、上の、青いバー。いや、違う。あ、これか。そうそうそう。なるほど。これか。それを6割ぐらいにして。うん、そうそう、OK。で、いや、それでちょっと横に置いといて。で、この緑色の枠を動かして、ウクライナの位置合わせし、マニュアルで、手作業でやってみて。緑色の線をつまむと、そうそうそう。あ、なるほど。はいはいはい。これで、もうちょっと大きくしないと。そうですね。周囲の、もうちょいズームレベルを下げ、ワイドにして。これか。こっちにある。あれ？もうちょいズームをワイドにして。これダイアログちょい邪魔だと思う。あ、どこですかね？ズームレベル。ホイールとかで。そうか、Google Earth の基本的な。ホイール、マウスのホイールとか、2本指で。動かすなり、それを使ってみてください。それだと、あ、これじゃない。そんな感じでいい、そんな感じでいい。はい。で、四隅つまめるから、四隅で拡大縮小して、そうそうそう。ちゃんとウクライナに合わせて、そうそう。もっと大きくしないと。あ、これ変わっちゃいますね。ん？多分、こうなっちゃいますね。あ、いいよ、どんどん変えていいよ。もっと大きくしないと。あ、うん、そのぐらいじゃない。それで一回1、また中心をずらして、クリミア半島ぐらい合わせて。うん、ここだ。お、今度また頑張れ。が頑張れ。ちょっとでかい。もっとでかくし。もっとでかくか。あ、でかすぎるのか、逆に。あ、もっとでかくだ、ね。もっとでかくしないと。モルドバとか。クリミアは合ってる気が。あ、もうちょっと。まあ、もっと大胆にやんないと、ね。モルドバとか意識して。
もうちょっと大きく。あと、うん、東西方向にでかくしないと。縦方向ちょっと潰し、うん、たりして。スケールが、縮尺がちょっと。うんうん。あ、潰しすぎた。北の端を、もうちょい北に、うん、もうちょい。うん。で、今度東をつまんで、東と西、そうそう、東の西を伸ばして、そうそうそう、もっともっと、もっと西に、もっと西に。あ、そのぐらい。今度東もつまんで、はい、東側も。いや、全体をどうしてもいいけど。まず、エッジを合わせちゃえば大体合うから。あ、なるほど。そう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 、そのぐらい。また西を伸ばして、西も、うん、伸ばして。うん、ちょっと歪んでるなぁ、うんうん。もうちょい、また東伸ばして、東。中心をつまむなんだよ。まあ、細胞の微調整ぐらいで、うん、そのぐらい。あ、なるほど。うん、もうちょっとですか。西を伸ばすにしよう。これちなみに、1、2分でできないと。え、うん、これ時間かかりすぎね。1、2分。2分でこれサクサクってできないと。はい。はい。頑張ります。俺なんか全然、うん、そう、まあまあ、最初はこんなもんだと思うけど、か、か、あ、慣れてる。そうそうそう、な。うん。なんでこんな合わない？角度？角度は、いや、うん、まあ、どうだろうな。角度も多少あるかもしれないな。角度、ちなみに動かす場合は、はい。西側のところにダイヤモンドの形があるでしょ。緑色の。西側の端のところに。わかる？ひし形のマーク。ああ、これか。はい。それ、それ、それ。それをそのままと回帰転するので。そうそう。あ、なるほど。そうそう。どうですか？こんな感じで。モルドバは割といい形になったけど、他が歪みがある、ね。もうちょい北に伸ばさないと。北に伸ばしつつ。うん、そうそう。で、もちろん西に伸ばしつつで。うん、で、あと東側のエッジが、逆に西にちょっと戻すって感じかな。東を西にちょっとだけ戻す。そう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 。で、あと、それで大体合ってきたから、あと中心を移動して、うん、かなり近くなったけど、まだ東が伸びすぎだな。あれ、もうちょっとですかね。全然違う気がしてそう。え？自分の頭の中でどういうふうに補正したらこれがぴったり合うかってことがある程度シミュレーションできないと、いくら時間かけても精度悪いまま重量ハレンスになる。ちょっとそれやってもらいつつ、俺がちょっと見本見せようか。はい。3月15日。停止します。マウスが。マウス。この画面共有して。キーボードがそもそも認識しない。よいしょ。これで Google Earth にしといて。自衛隊の3月15日か。3月15日。違うか。3月18日のセンターのリクエスト。
はいはい。これ3月15日だよね。これだよね。なんか一応 GitHub に全部載せました。素晴らしい。あ、なるほど。はい。了解です。ちょっとじゃあ、とりあえず今手元に。これは20220315にして。ウクライナで境界線出しとく。追加でイメージオーバーレイの、今ダウンロードしたこの JPEG ファイルを。で、透明度ちょっと下げておきつつ。こんな感じか。なので、端を、エッジを捉えながら、調整しておくっていう感じで、あんまり移動ってしない方が合わせやすい。これで。で、とはいえ自衛隊もそんなに精度くやってるわけじゃないので、よいしょ。これで、まあ、確かに回転はこれしてる感じだな。まあだいたいこのぐらいで、これが確かにこれ自衛隊側の作りが甘いって感じだな、うん。そうすると、まあ、あとやっぱりそうだね、回転はやっぱりこれ必要になるね。はい。モルドバに合わせるとこか。うん。なるほどね。これ、厳密にぴったりはやっぱり合わないな。自衛隊側が歪みを入れちゃってるって感じ。で、その場合どうしたらいいかっていうと、この前線の位置がある程度精度よく合えばいいから、逆に言うと、ね、この前線のない西側の、ね、モルドバとかさ、こっちのポーランド側とかって、基本的には精度悪くてもまあいいかなっていう感じで割り切れば。というところで、この前線の位置の精度の方を上げていくっていうところになると、東側のこの辺、まあ、ざっくり、こんな感じ。こんな感じかな。まあもう西側のズレはちょっと捨てるって感じかな。そうすると、まあちょい歪むけど。で、もっと時間かければもちろんこの、これ二次関数、二次多項式でもっと精度よく変換できるんだけど、それやるとキリがないので、まあ、こういう変換って、こう拡大縮小と、まあ中心の移動と回転っていうだけの、すごくシンプルな幾何補正なんだけど、まあ、このぐらいで、そんなに精度が必要なわけではないので、まあ、このぐらいの位置合わせで十分です。はい、なので、これで名前付けといて、2022年0315、名前としては、そうだな。自衛隊って英語名確か SDF だよ。セルフディフェンスフォースとかなんかそんな感じだった。マップスと。まあ、こんな感じかな、名前としては。この画像自体は。20220315SDF マップス。で、コピーライト。RC。SDF。確か SDF で合ってる。
自衛隊。自衛隊、そうだね、セルフディフェンスフォースだね。まあ、ジャパン入れるか。まあ、あの略称 JSDF か。ジャパン入れるんだ。はい。JSDF。JSDF。マップスみたいな。まあ、こんな感じで説明入れといて、画像を保存するという感じ。まあ、これで、まあ、ざっくり位置合わせをした状態になる。で、あとは、さっきの LINE 入力は、これを元にいれば、もうちょっと精度上がるよねっていうところ。で、LINE の入力に関しては、また、追加で今度パスとして、まあ、入れていくのは、多分もう一見済みだと思うけど、ロシア国境から、こういう感じで入っていきつつ、多少、位置情報のズレがあるから、やっぱり、こんな感じでラフに取りつつも、ああ、本当だ、でも、あれだね、隠れてるから、なかなかこれ読み取りにくいところもある。めっちゃずわかんなくて、まあ、まあこればっかりでしょうがない。言いたいが悪い。そう。まあだからそこそこでも大事なのはこれを元にトレースしましたっていう、その何をトレースしたかっていうことが分かればいいので、まあこういう、うん、あんまり綺麗じゃないけど荒々のもので、で後期がチャットで送ってくれたけど、なんかこの戦闘地域のこの爆発のアイコンとかはとりあえず今回無視していいです。なんか、やるだけ、あんまり、こう、まあ、後々ね、そういうのがあってもいいのかもしれないけど、まあ、こんな感じで、で、こんな感じで入れると。で、書くとでしょ。で、さっき、なんだっけ、これで2220315-01とかって名前つけてたでしょ。だから、まあ、なるべく、こんな感じで元の情報をこうやってジオリファレンスしておいてピッと貼っておいて、それをまあなぞっていくっていうやり方。で、でもまあズレもあるよねっていうんでね、この北側なんかチェリニウの北側とかボーダーラインちょっと全然合ってないから、この辺の精度も悪いっていうのも、まあ逆に言うとごまかさずに、これを元にトレースしましたっていうのであれば、また後で修正もできるし、あくまで、こういう精度で作っていると。いうふうに割り切ってしまえばいいんじゃないかなと思ってます。なので、もうすでに入力していれば、それをまたオーバーレイして、また編集モードに、情報取得モードにして、すでに入力したものをまたこうやって直すこともできるし、おっとと。右クリックで削除。だって、デリートキーでも消えるんだけど、こんな感じで修正窓からできるので、というのと、あと、線の色、あれ、後期何色にしたんだっけ？黄色にしてた。赤にしてます。赤が、まあ、わかりやすいよね。多分、ちょっとセンシティブな情報だから赤でいいと思う。だはい。スタイルは赤にして、太さは今、何ポイントにしてたんだっけ？とりあえず1ポイントで、その最初のまんまにしてました。多分ね、精度荒々だから、これね、10ポイントぐらいの方がいいんじゃない？このぐらい、この方がなんか太いから、荒く見えるじゃないですか。はい。とりあえず10ポイントでいい気はするな。ちょっと待って、5だとどのぐらい？5だと、まあまあ悪くはないけど、5か10。10だとごまかせてる。そう、10だとごまかせるじゃん。そうですね。10だとごまかせる。10でいい気はするな。後で一括して変更も可能だから、はい、とりあえず作業するときは、はい、あらあらの10ぐらいでいい。10か。ぐらいの方が、はい、わかりました。正確、ある意味精度もという意味でも正確だよね。はいはい。そうですね。で、次大事なポイントは、これに時間軸を入れるっていうのが実はすごく重要。はい、で、これなんでかというと、時間軸が入っていないから、これをやってデータを読み込むと、すべての時間のデータがここに出てくる。うんうん、で、ごちゃごちゃするじゃん。なので、それをやる術を今から伝授します。これはね、多分うちのゼミ生誰も知らないと思う。はい。いいですか、ま、そんなことをして。ね、まず、はい、どっかにエディ、あ、マスクじゃん。それこそ GitHub でいいかな。
GitHub に書いてくれてるんだっけ？はい。一周にどれだ？あ、一番上です。ネルフか。これ一周に入れてくれてる。おー、はい、これか。おー、いいね。あ、いい感じ、いい感じ。3月15ドルだ。これか。ポリゴン化。だからまあ、ポリゴン化は置いといて、LINE 化しとけばいいっていうところで、はい、今、とりあえず俺の、これじゃあちょっと、フォルダーにしといて、2022年の0315、で、フォルダー作っといて、その中にこの2つを放り込んでおく。で、ちょっとこれを一回実、KMZ に保存しておいて、一回共有しておきます。古橋が、これ古橋作ったよって意味で。で、ちょいめんどくさいのは、これを、さらにジップ圧縮しないとし、一緒に貼れないから、ジップ圧縮しておきます。ジップ圧縮したものをとりあえず放り込んでおけば、ここにアップできると。古橋作業規定。で、ちょっと、まあ、こんな感じにしときつつ。で、前線、ラインデータ、サンプル。ちょっと前線のラインデータのサンプルのコードをここに貼っときます。ソースコードなので、このダイナリーショーダリのこのソースコード、アッドコードボタンで、このシングルコーテーションで囲ったところの中にソースコードを埋め込んでおくと。で、ソースコードどこにあるかっていうのね。KML のソースコードは実はこれほとんどの人知らないんだけど、今から貼るのはこの20220315-01のこの今赤く書いた赤い線のラインデータ、これでしょ？はい。これを右クリックしてコピーってやる。うん、で、コピーするとね、実はソースコードをコピーしたこと。なるほど。うん、で、これで、ここに今度ペーストする。貼り付け。すると、KML の中のソースコードを全部ここにビッて貼られる。おお、貼られなかった。ちょっと待って。あ、貼れ、今、コマンド V で貼ったんだけど、そうするとこんな感じで、今貼られてるの分かる。これ。これで、はい、KML のソースコードね。ソースコードの一番上にシングルコーテーションで、最後、シングルコーテーションで閉じてるっていう状態。はい。なので、これが、今、Google Earth でお絵描きして、赤い線を、赤い定義をした状態で書いたものが、このソースコードになります。はい、で、ちょっと待ってね。なんか、ソースコードっぽく見えないな。これ、GitHub の問題かな。ちょっとあ、わかった。これあれだ。三つだ。行はまたがってるから。シングルコーテーションじゃないな。こうか。こういうことか。これで、これでソースコード、あ、これなんだ。これでソースコードになったでしょ。うんうんうん。なるほど。なので、今のだから、何が問題だったかっていうと、ソースコード貼ってから、この、GitHub のマークダウンでソースコードって定義をする場合には、本来先にソースコードを、KML のソースコードをピッて貼った後に、こっからここまでソースコードだよって範囲選択をしておいて、それでこの大なり小なりのアッドコードってやると、多分それで3つつなげてくるんじゃないか。入ってるっていう感じで。1行だけだったから、さっきシングルコーテーションの区で囲っただけだったんですけど、こんな感じでライン、ソースコードとして、貼りますと。これが、今の線で、まあ、大したことはいる、もう細かいことは書いて。あ、ここか。実際の線はここだね。ラインストリングスという定義の中に、コーディネイツっていう、まあ、座標っていう定義で、緯度、経度、高さがもうずらーっとここにこう流れてる。これが、まあ、細かい線の緯度、経度、高さ、緯度、経度、高さっていうのが、こう、カンマで区切られて、ずらーっと並んでる状態になってると。なので、まあ、ここは割とどうでもよくて、大事なのは、
この線の情報っていうのは、このソースコード見ると分かるんだけど、プレイスマークというデータ、まあ、日本語で言うと多分これは恥物って訳した方が適切なんだけど、これが線のデータの、まあ、定義。で、プレイスマークという種類のデータの中のラインストリング、線、ラインデータですよっていうふうにここに書いてあるっていう状態です。で、何が言いたいかっていうと、だから、プレイスマークっていう書き始めからプレイスマークの書き終わりまでのこのタグ、ここまでが線を構成している要素です。で、大事なのは、この線がいつ作られたのかっていう時間軸をここに入力していく。で、それは、2つ方法があるんだけど、一番シンプルなのはタイムスタンプっていう書き方になります。なので、ここに1行手書きでタイムスタンプっていう文字を書きます。ちょっとやってみます。また編集モードにしといて、プレイスマークの、まあ、ネームの下ぐらいでいいかな。ネームの下に1行追加して、で、変えます。半角スペース合わせて、ここに、タイムスタンプ。で、基本的には、年、2022年-03-15。で、時間を入れないので、多分これでいいはず。で、XML としての書き方は、情報を書き終わったら、これ閉じてあげるっていうので、今度、タグにスラッシュ入れて、同じタイムスタンプで閉じてあげる。で、これ今、たった1行。タイムスタンプとして、これは2022年3月15日ですよ。っていうタイムスタンプを書いたことになります。で、これで書き、スペルミスとかなければ多分、これでアップデートします。じゃあそうすると、今、1行だけ、このプレイスマークの定義の下に、この線の名前はこれですよっていうネームのタグがあって、その下に1行、タイムスタンプっていうタグを、の行を追加して、そのタグで囲ってる中には、年月日を、4桁、3桁、3桁でハイフンでつないだ形で、記述しましたっていう形。で、これで、このソースコードをそっくりそのままもう一回コピーし直します。あ、こっちでいいか。このもうソースコードをそのままコピーボタンがあるか。画面の右上に。これポチって押すとコピーされるので。はい、コピーしたら、Google Earth に戻って、ここに、今度、貼り付けます。ポチッ。そしたら、ここに今、新たなデータが読み込まれたでしょ。で、これ消しとくと、これも消しといても、こんな感じで赤い線がある。これはさっきソースコードをいじったものデータだけど、時間の情報を書き加えたものになっているということです。で、試しに、ちょっと別な時間軸もう一個入れてみます。これはちょっとお絵描き的に。そうだな。このフォルダーに、ラインパスで、今すごい適当に書きます。すごい適当に。今、雑に。つけて。もう一個、ラインを書きました。これもコピーしておきます。で、こっちも、前線、ダミーデータ。で、また、貼り付けたソースコードを、アッドコードにしといて、で、またプレイスマークの下、あ、名前つけてなかったか。プレイスマークの下。これで、タイムスタンプ。今度で2022年の03-31とかでした。タイムスタンプ。こんな感じで、
ちょっと仮に3月31日にタイムスタンプとして定義しましたというので、これで、追加します。で、今、ダミのデータ作ったので、またコピーして、で、ここに貼ります。貼り付けて。よいしょ。これでいったかな。あ、いってない。今何か、おかしいなと思ったの。これでね、多分左上にタイムス、あの時間軸のタイムスライダーバーが出てくるはずなんだけど、出てきてない。なるほど。ちょっと待ってね。修正します。多分、タグの位置がおかしかった。もう一回。こういうのは、グローブは良くないな。KML。書き方を KML、タイム、エグザンプルでいいかな。ああ、すごい初歩的なミス。大文字だ。T と S 大文字だ。っていう、それだけ。なるほど。そうか、完全うろ覚え。多分そうじゃないかな。ちょっと待って、1。うん、そうだね。ほら、タイムスパン、一応タイムスタンプ。ああ、あとでも GX にしないといけないのか。Google 拡張を入れない。昔はこれ入れなかったんだけど。ああ、なるほど。GX か。なるほど。まずちょっと、あれかな。大文字、小文字だけで解決するんだけど、それでいいか。すごい久々だから。でまずちょっとこっちを、エディット。ああ、この辺な、XML すごい厳密なこと言ってくるから。P と、最初の P と S が大文字にしないといけない。それで案外解決しちゃったりして。これダメだったら次、Google 拡張入れます。これで OK。コピーします。貼り付け。だから、これ、削除。で、ここに貼り付け。あ、来た。あー、大文字小文字だ。もう貼るだけで、左上にタイムスライバー出たでしょ。ここなので、つまり、タイムスタンプというタグは、ちゃんと T と S を大文字にしないと Google は認識しないっていう、すごい久々にこのタグ入れたから。なので、こっちも同じようにします。これわかんないよね、普通の人。なので、こっちもタイムスタンプの T と、タイムスタンプ。これでダミーデータもして。これで2つの時間軸が入るでしょ。で貼り付け。そうすると、今どういうことかっていうと、今、こっちの1つ目が3月15日。で、2つ目が3月31日。にタイムスタンプを定義してます。で、左上のタイムスライダーバーをこれ動かすと、こう、今、3月15日のデータが消えるでしょ。なぜかというと、今3月16日だから。はい。うん、で、3月31日に持っていくと、31日にすると、ホゲが出てくる。おうん、つまり、こうやって3月15日、3月31日って、タイムスタンプの数字の定義が正しければ、このアニメーションができる。すべてのこの前線のラインを正しい日付でタイムスタンプのタグ打って、もう一回 Google Earth に貼り直して、で、整理しとけば、もうそれでタイムスライダー、全部表示した状態でタイムスライダーバー動かすと、2月24日からもう9月まで、その前線のこう変化がアニメーションで Google Earth 上で再現できるということになります。やってること分かった？ました。はい、分かりました。
なので、まあ、裏だと飛行機で手分けして、はい、まず自衛隊のあの全部の画像を、はい、まずはジオリファレンス、はい、イメージオーバーレイで、まあ、ざっくり、はい、多分北側と西側、東側にある程度位置合わせして、もう、あらあらでいいので、でも、恥ずかしがらずに、このぐらいの精度でトレースしましたっていう証拠をちゃんと残していてくれればいい。はい。そうすると、大体精度が分かる。なので、このイメージオーバーレイの画像も、セットで、あとラインがまあ1本なのか2本なのかはそれぞれだけど、それで1つのホルダーにまとめて、置いてもらえばいいです。で、今ちょっとサンプルだけど、で、フォルダー構造にしておけば、なるべくシンプルにしておけばいいので、貼り付けるとね、どうしてもこう余計なオブジェクトが入ってくるから、こういうのはもう、余計なオブジェクトを全部消しちゃって、で、タイムス、時間軸がちゃんと定義できたら、大元もこれもいらない。これで今どうなったかっていうと、一つのフォルダーの中には、今、まあ、LINE のデータが2つ。で、まあ本来は同じ日付のタイムスタンプがついてるはず。で、まあ1番、2番みたいな。あと、まあ元にした、そのイメージオーバーレイのジュアルリファレンスした画像のレイヤーと、まあこの、セット。で、一つのホルダーにまとまっていて、このホルダーはもう単純に年月日の日付だけ入っている状態。で、まあ、このホルダーが日付ごとにずらっと並んでいくっていう形で、これを、まあ、一旦 KMZ かな。KMZ に一旦保存しといてもらって、それを、まあ、圧縮、ZIP 圧縮しといて、ここに、まずはちょっとなくさないように、古橋作成のサンプルデータ。こんな感じで置いといてもらえれば、まずはアーカイブとして。OK、で、あとは、多分そんなにデータ量大きくならないと思うけど、これがフォルダでずらっと並んでいくから、それをさらにまとめるフォルダみたいなので、ウクライナ2022ジオインと、フロントライン、前線だからフロントラインみたいな形のフォルダを作っておいて、でその中にこの日付ごとのフォルダを下にぶら下げちゃうみたいな、こんな感じかな。フォルダの階層構造としては、全体をまとめるフォルダの中に日付、年月日、ごとのフォルダーがあって、そのフォルダーの中には、前線のラインデータで赤い、10ポイントの赤い線、太い線で表現して、かつ属性としては、一旦ちょっとめんどくさいけど、もう多分ほぼコピペでいけると思うから、1行、そのタイムスタンプを大文字小文字間違いないように記述して、まあフラッシュのパクって、まあコピってもいいんだけど、で日付を適切に入力して、もう一回ここに貼り直して、それで整理したものを、KMZ でフォルダーごと保存して、GitHub に保存しつつ、最後全部まとまったらそれも一つの KMZ ファイルで保存して、まあ容量が大きかったら Google ドライブにどっか置いておいてもらうって感じかな。多分 Google、GitHub 自体は受け取れるの、Web 経由だと15メガしか受け取れないから、多分それをオーバーすると思うので。という感じです。そうすると最終的には、それをずらーっと見て、タイムスライドバーを2月から9月まで動かすと、みんなが、2人が作ってくれた赤い前線の位置が、アニメーションのようにぐわーって動いていくっていうのが出来上がるはずです。はい。OK。できそう。はい。はい。まあ、なんかわかんないことあれば、また聞いてくれれば、はい、教えます。はい。はい、いずれにしても、このノウハウは、はい、結構レベル高いノウハウなんだけど、知っとくと、それこそうららね、ホテル業界で観光とかやるときに、多分絶対地図使うと思うので、そのときに時間軸を扱えるっていうのは、実は Google Earth の強みなので、こういうスキルがあると、案外役に立つときが来るかもしれないっていう感じです。マップボックスのベクトルタイルって、実は時間軸あんまり、ちゃんとは定義されてないから、こういうこと実はできない。あ、そうなんですね。そう、見た目上できない。だから自分で作り込めばいいんだけど、
定義自体は決まってないから、ナッポックスのベクトルタイルって、レイヤー、スタイル、レイヤーのスペシフィケーションには、このタイムスタンプとかって概念ないはず。うん、なるほど。属性として自分でこうしなさいって指示はできるから、まあ擬似的にはできるんだけど。です。はい。という感じで。で、この今日の録画って上げてくれますか？あ、もちろんもちろん、うん。あ、よかった。ありがとうございます。忘れずに共有してこれは徹夜、これはオールですね。ちょっと。絶対そうだね。あ、まあ、ジオリマネス慣れだけどね。だからもう、はい、あんまりがん無理して頑張んないで、まあ、今日 の, あのやり方で分かったと思うけど、そんなに精度を求めてるわけじゃなくて、逆にあのデータがあれば、後からいくらでも精度を上げられるので、うんうん、そこで。はい、まずは全部、2月か3月から9月まで全部終わらしちゃうって方が大事です。はい。はい。はい、俺も、あれだ、残りの他のチームにちょっといろいろ指示出してるけど、俺も眠れないわ。ありがとうございました。はい。はいはい。頑張ってください。あの、ちょっとこっちも頑張ります。はい。ありがとうございました。はい。はい、じゃあ、うらら、気をつけてね。あ、後期は家で、ね。はい、俺、全然いいです。家でね。まあ、うらら、キャンパスだから、まあ、終電なくならないので。はい。わかりました。はい。はい、じゃあ、お疲れさんです。ありがとうございます。あ、先生、もう一つだけいいですか。はい、いよいよ。これ、2本作るじゃないですか。まあ、そうだね。はい、この場所の。3月15日だと2本だね。そうです、そうです。で、中で2本作るとして、うん、これ別々に、KMZ をデータとして保存して別々に時間で行こう。KMZ は一つだよ。日に一つの日付で一つの KMZ で。ホルダーごと KMZ にしちゃえばいいから。あ、なるほど、なるほど、わかりました。二つのデータを、あれ？あれ、ちょっと待ってください。はいはい。あ、じゃあそっちの画面見せて。はい、わかりました。なので、そこはどの階層でも KMZ 化できるけど、今回の作業で言うと、日付のホルダーをひとまとめにした KMZ にするといいので。この中だと、そう、これ2つ別々の線ってことじゃないですか。データとしては、オブジェクトは別だよね。そう、うん、でそうすると、これを、言ったらこの、2022-03-15 アンダーバーウクライナの、を1つの KMZ として書き出して、そう。で、それに日付を与えて、うん、いや、日付はもう与えられてるはずだから、その時点で。つまり、今はまだ与えてないです。この2つに、日付をそれぞれ与えた後で、これを KMZ で書き出す。ああ、わかりました。だから一旦その0102をコピーし、それぞれして、GitHub とか、まあ、テキストエディターとかに貼って、で、さっきのタイムスタンプの行を手書きで入力追加して、はい、でそれでソースコード全体をコピーして、もう一回そこに貼り直す。そうすると、すでにあったタイムスタンプのないやつと、タイムスタンプのついたやつと2つそこに入ってくるよね。はいはいはい。うん、そのうち、だからタイムスタンプのないやつを消しちゃえばいい。これ01、0102は後で消して、消して、与えたものが2つ入ってる状態にする。そうそうそう。それで、ホルダーごと KMZ にする。なるほど。そうすると、最終的にこれだ、この一番上を、2つ入った状態のこれを KMZ として書き出したのを GitHub に載せるっていう形で完成ですね、とりあえず。そうそうそう、あ、わかりました。なるほど。だその、イメージオーバーレイもセット。はい、わかる。あ、イメージオーバーレイもセット。はい、わかりました。LINE とイメージオーバーレイセットでホルダーの中に入れておいて、ホルダーごと KMZ で保存。はい、わかりました。はい。で、ホルダー名はもうウクライナいらないので、わかりました。年月日だけの、うん、そこの、それ右クリックで名前変更にして、アンダーバーウクライナ消しちゃって、2022、そう、それでいいです。はい、わかりました。これで。それで、うん、さっきの、タイムスタンプの作業をが終わったら、これだけ。はい、わかりました。いいです。はい。大丈夫です。はい。OK。はい。はい。じゃあ、頑張って。頑張ります。頑張ります。頑張ります。はい。オールです、オールですね、これ。オールです。まあ、割と空き時間をうまく使って、パパッと。
はい。はい。ジオリフハレンスの作業は、多分最初は慣れないかもしれない。はい、慣れれば、やっぱ1、2分で終わるように頑張る。はい、あんまりもうそれ以上かかったら、ある程度で、ね、妥協する。はい、わかりました。完璧を目指さなくても大丈夫。はい。100年かかる。そうそう、完璧目指す。100年。結構、そう。まあ、そういうの厳密にやるのは研究者の世界だし、はい、うん、今回はそこまでは要求されないから。はい。はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お忙しい中。いえいえはい、お疲れです。お疲れ様です。